リサンジションシミュレーション研究チームの研究員で吉岡直樹と申します。量子コンピューターのシミュレーションだったり、あるいは破壊現象や、まあ、都市構造といった、離散事象の研究を行っています。まあ、離散事象という言葉自体は割と聞き慣れない言葉ではないかと思いますが、いろいろなものが集まって、起こる現象を、理解したいというモチベーションのもとでいろんな研究をしています。例えば高速道路のような、単純な一本道の道に関して、主に物理の分野の人が結構この20年、30年ぐらいいろんな研究をしてたんですね。でなんで、渋滞が発生するかというのが、まあ、明らかになっていまして、でそれを都市交通のような、複雑な、今実際、まあ、この神戸にしろ大阪にしろずっと複雑な形状の道になってますけど、そういう時にどういうふうにすれば渋滞が起こりやすくなるのか、あるいは起こりにくくなるのか、それから、全体としてこう交通量に関して何らかの法則性があるかみたいなものを、車一台一台を、シミュレーションしたりして、研究しました。量子コンピューターの研究に関して言えば、まあ、将来本当に量子コンピューターでどれだけ実用化できるのかまだ不明ですけれど、実用化した段階にはその何だろうな、今やっている シミュレーションを使った、ノウハウだったり、そういったものが活かせるのではないかなと思っています。あるいは、まあ、破壊とかそちらに関しては、こちらはまあシンプルに実際にその物が壊れにくくするのをどうしたらいいかとか、そういうものが、まあ、応用につながっていくのではないかと期待しています。将来的にはこういろんな実生活に関係してくるようなものを解決するというのをモチベーションにしつつ、現象自体は大変面白いということもあって、ぜひですね、興味を持っていただければと思います。